人間はあらかじめその危険を知っていればそう怖くないもんです。しかし何があるかどうなるかわからんときは非常に、怖い。いろいろ悪い場合を想定してそこに自分が陥ってしまうんじゃないかというふうに言われぬ、こう不安感が積もってくるわけです。場合によっては何十年か生きている間に積もり積もった体験や知識が逆に自分に災いすることすらあるんです。その点まだ感情の芽生えていない乳児っていうのは違います。身近に迫った危機に対してでも笑っていられる。我々大人はすでにこう怖いというエデンの園のリンゴをかじってしまっている。これは一体どういうことなんだろう。この宅安禅師が剣の達人柳生田島守とともに時の将軍徳川家光に召された時のこと、そこに朝鮮から送られてきた獰猛な虎が檻の中を徘徊していて、将軍は二人にそれをどう御するかという、まず田島守が檻の中に入った、鉄線をピタリッと構えて眼尻を消してはったとこにらみつけるというと、虎は恐れをなして頭を抱え込んでしまったと、こういう話。ところが宅庵の方はどうか。彼はこの恐ろしい相手に対してニコニコしながら檻に入った。虎の方はそれだけで借りてきた猫同然に表現してペロペロと宅庵禅師の手を舐めたという、多少まあ大場気味に伝えられているんですが、事実は事実なんです。田島守は虎を恐れさせ、宅庵禅師は虎と友達の契りを結んでしまった。この差が実は大変な差なんです。そしてこれが因縁かどうかは知りませんが、宅庵禅師は柳生田島守に剣道と禅について極意を極めた不動地神妙力というのを与えたといいます。両家和尚は災難に遭う時には災難に遭うがよろしく、死ぬる時には死ぬがよろしく候と言っていますが、檻に入った宅庵禅師の心の状態というのはまさにこの言葉がぴったりなんです。言ってみれば乳児の何にもない心の中と同じ状態なんです。しかし普通なかなかそこまでの心境に達するのは至難の業で、事実宅庵禅師も日の出るような修行の後にようやくここまで到達した。かくいう私だってここまで達しているかどうか。では私たちはどうすればよいか。出版社の方が大阪からこの大聖院へ訪ねてくれた。いろいろ話し合っている最中に突然グラグラっと地震が来た。京都では震度4を記録した。堅牢強固で知られる大聖院の本堂でさえ相当こう揺れた。一瞬座はシーンと静まり返った。やはり言い知れぬ不安と恐怖が皆の胸をよぎった。私も例外でなかった。とっさにそのうちの一人が皆の気を紛らすように不動心不動心とこうつぶやいた。そのことでまだこう余震が来るのではないかという恐怖があった私の心の中に次のような思いが浮かんでくる。この人たちっていうのは私に会うためにわざわざ大阪から来てくれたんだ。それなのに怪我でもして災難にぶつかったら申し訳ないことじゃな。するとスーッと恐怖心が消えたじゃないですか。自分が地震でどうにかなるんじゃないかという自分を思った気持ちからふと他人を思う気持ちに移り変わった時に恐怖心が消えたんです。誰だって自分が一番可愛い。私もそうです。そしてその可愛い自分がどうなるかわからないと考えた時に恐怖心が走るんです。その恐怖心から逃れようとする、逃れれば逃れるほど怖さが募る。恐怖という内側ばかり眺めるからです。そんな時ふっと外の景色を眺める。不思議なことに他の景色に心を奪われる。気がついた時には内側にあった恐怖が消えている。実に不思議です。この推移を禅では転ずるところよく言うというんです。心の働きが最大限に発揮されたことです。それは心の中があるものから別のものへふっと置き換わるときに最大のエネルギーを発するということです。起点の真の意というのはこのことじゃないかと思うんです。